小西拓磨対ブライアンの一戦ということになります。この試合解説は直樹選手、そしてゲスト解説としてヤーマン選手にも放送席にお越しいただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあまずは直樹選手ですけれども、83キロの一戦ということになりますね。いやそうですね、この間もね、あのヘビー級 の内田裕太選手ね、この間期待のヘビー級の選手出てきて、はい、でヘビー級のベルトを、ね、今年中に、決めるって言ってたんで、この勝者もかなり、最有力候補になってくるんじゃないですかね。もうライザー70キロ超えると全てヘビー級ということになってますよね今ね。そうですね、今そういう感じになってますよね、はい、さあ今日これが初解説ということになりますヤーマン選手ですけれども、放送席の雰囲気どうですか。いやさっき言ったんですけど、オープンフィンガーの試合前より緊張しますねと言ってももう試合はどんどん始まってしまいます。いやもう小西選手の入場曲、これこそオープンフィンガーでやるのかなっていう入場曲でしたけどね。気合入りまくりといった赤コーナーの小西拓磨ただここは普通のしっかりとしたグローブで試合ということになります。さあ第1ラウンドが始まりました。黒いトランクスが青コーナーのブライアン。いや迫力やばいっすね、非常にこの重量級迫力があります。小西選手の足の太さ半端じゃないっす。いやすごい太さですね。ヤーマン選手はこの重量級の試合というのはどうですか。いや、やっぱり迫力がすごいですね、これ一発当てた方が多分勝ちみたいな感じになるんじゃないですかね。そうですね、この一発一発に本当に重みを感じる試合ということになります。和田レフリーですらちょっと小さく見えますもんね。かなりそうですね、いつもはね一番でかいんですけどね。お互いに1年以上前の試合からブランクが空いています。ただあれですね、2人とも速いですね。速いですね、スピードあります。ブライアン選手は細かくまとめるのがうまいのかなって今見て思いましたね。そうですか、はい、対照的に小西選手はやっぱ一発大きいパンチで倒し狙ってるんじゃないのかなって思いましたね。オーソドックススタイルに構えているのがブライアン、そしてサウスポースタイルが小西拓磨です。ちょっとお腹効いたんじゃないですかね。そうですね、今ミドルが入りました。いやそして膝蹴りにつなげていくのはブライアンです。ブライアン選手ね、さっきのやや選手じゃないですけど、かなり声出しながら突っ込んできてますね。一発一発に重みがあります気合がすごいですね、一発一発、上下の打ち分けがブライアン選手は上手ですね、はい、で小西選手結構もうボディ結構効いてると思いますよね。フンフンいってますね。ただお互いにこう腹のあたり赤くなっています。いや前にどんどん出ていくのはブライアン。あ今のボディも効きましたね、はい、ブライアン選手マジで強いな。ボディに攻撃を集めていくボディを削っていくブライアンの攻撃。あ少しパンチが出なくなってきたが小西ていうかすごいのはずっとこの体重でこの強打をこんだけ続けられるスタミナが半端じゃないですね。いや軽く出していくっていうようなレベルじゃないですよね。お互いに力任せにこうパンチを出していきます。このパンチが当たれば倒れる可能性というのは十分にあるこの重量級の戦い。ただここは小西も前に出ていく。小西選手ちょっとボディ回復してきたと。パンチをもらった。こらきたこらきた。グラガーネを捉える。そしてここで前に出ていくのはブライアン。ブライアン選手ここで腹いきたいな。ナイス。腹にこう膝を出していきます。そしてミドルキック距離を詰めていくのはブライアン。これブライアン選手さすがにね疲れるっすよ、打ち疲れするっすよ。いやどんどん前に出ていって手数が右ストレートー強烈。これ勝てないですかね。なんかコリス選手なんか知んないけどケロッとしてるんですよね。少し笑顔も見えています。時計を見てます、ここでゴングと同時にパンチが入って体勢を崩しました小西です。いやただ強烈な右ストレートが顔面を捉えましたブライアン。マジで強いっすわ、いやヤーマン選手この第1ラウンドどういう風に感じましたか。やっぱりブライアン選手 そのパンチの組み立てがすごい上手いなと思ったんですけども、はい、パンチだけじゃなくてしっかりこう近づいてから膝までつなげてる、でその膝が結構効果あるのかなと思いましたね。しっかりとこう上下の内訳なども見せていましたよね。はい、そうですね、
そして直樹選手はどういう風に感じましたか。そうですね、はい、やっぱブライアン選手のセコンドの迫力が半端じゃないですね確かにそうですね、どこを見ても重量級といった感じで、もう本当にね、ワナレフリーが一番小さいですよ。179cm 82kg のブライアン、ちょっと後半ブライアン選手疲れてたんで、そこがどう出るかなと思います。確かにずっと手数を出し続けましたブライアンです。そのあたりのスタミナはどうか。83kg の動きじゃないですよね。いやここも最後のフック、そしてハイキックにつなげていきますブライアンです。マジで速い。いや一発一発に迫力があります。ただ小西も攻撃を返していきます。前に出ていく。ただブライアンもそのあたりのディフェンスのループも上手い。いや左、そしてローキック。いや小西選手下がんないですからね。下がんないですね。やばいっすよこれ。もらってももらっても後ろに下がりません小西です。どんどん前に出ていく小西選手。来てるっすね、前に出てきてますね。この突進力はどうか。第1ラウンドはブライアンの右ストレートでダウンを奪われました小西。しっかりとただロックをお互い出していく。右ストレート、あのストレートうまいっすね、当てがあるっすね。ここも右を当てていく。ちょっと小西選手足に力入ってないような感じがしますね。そうです。いやその内もものあたり本当にもう右ストレになっています。どういうスタミナですか。いや右これもパンチが捉える。どういうスタミナしてんだって感じだし、どういう打たれ強さしてるんだよって感じですね。いや小西も立ち続けます。いやこんだけもらって立ってるのすごいですね本当に。いや本当にパンチが顔面を捉えて、ダメージはどのあたりにこう蓄積しているか。小西、ボディ、強烈なボディ。ブライアンが前に出ていく。ただこれ倒れません。なんかやばいっすね、そしてボディにパンチを返す小西です。小西選手がすごいっすね。倒れない倒れない。今度は前に出ていきます小西です。小西選手も前に前に出てるからブライアン選手も疲れちゃうっすよね。いや疲れますよね。パンチは顔面を捉えているんですが小西は倒れません。ただ疲れてるはずなんですけど、ブライアンも疲れてますよね。でもキレがね落ちないんですよ ねパンチのキレが。この強烈なローキック、インローを捉えていきますブライアンです。そして右ストレート。小西選手はねこのラウンド相手ちょっと疲れさせて、はい、3ラウンドに勝負かけたいのかなっていう感じしますね。バックスピンも見せていきましたブライアンです。いや山本選手ちょっとプライアンも疲れましたかね。ちょっと疲れてますね、あとはその小西選手こんなに当ててるのに前に来るんで、はい、選手からするとあれ聞いてないのかなって不安になってしまうんですよね。なるほど。当然こうダメージというのはありますよね。こんだけもらってれば間違いなくダメージは小西選手あると思うんですけど、はい、まあ、そこは気持ちの強さで前に出てると思います。プライアンですけれども直樹選手、こう一発一発の重みというのはすごいですよね。重みもすごいし、スピードも、ワンツー、スピードもすごいし、内訳もすごいし、マジ強いっすわ。ここで第2ラウンド終了、83キロで行われています。3分3ラウンドの一戦、赤コーナーが小西拓磨33歳。大阪岸和田出身、バックホーンは日本拳法。そしてブライアンは青コーナー、アメリカ合衆国モンタナ州出身です。ストレートがね、綺麗に伸びるんですよね。パンチがこう捉えてはいるんですけれども小西は倒れません。ただね小西選手はね最後のラウンド倒すしか、ないと思うんで、はい、今のラウンド前には出てたんですけど、まあ、小西選手ねこう有効な攻撃はなかったんで。そうですね。ですからまあ押し返すためには攻撃が必要になってきます。赤コーナーの小西拓磨です。さあこれが最終ラウンド、延長ラウンドはありません。左構えサウスポーの小西に対しまして右構えオーストックススタイルのブライアン。あちょっと小西選手三日月狙ってますね左の。ああ出てきましたね。ここからパンチに繋いでいきます小西です。で2ラウンドやっぱり削って3ラウンドに出てくる作戦でしたね小西選手、完全に。いやこのインロー、もうすでに色が変わっています。もう3ラウンド来てますね、小西選手。小西は今度は前に出ていく。
ただブライアン選手もあのスピード落ちないですね。あ、落ちませんね。倒される可能性もあるんですけどね、もちろん。だけど小西選手いいと思いますよ、はい、今度は前に出ていく。いいっすね、小西が前に出ていく。送信していく。サイドコピチを振っていく。面白いっすね。どっちが勝つか分からないですね、これ本当に。いやー、ここで直樹さん押し返しました。いや、出てくるっすね、サナリコリ選手、はい、もう2ラウンドとは別人のように。いや、別人ですね。作戦っすよね、これも。これもいい作戦、本当に。2ラウンド我慢して、この三日月、ちょっと三日月効きましたね、今。ボディを捉えていきます。ただブライアン選手まだ死んでないからあるっすよ、こういうの。さあ、ここも足を止めての打ち合い。膝を混ぜていきます、小西。まだあるっすよ、どっちも。いやー、強振。左が顔面を捉えていきます、ブライアン。うわー、すげー。いやー、先ほどはパンチを捉えてダウンを奪えていきました、小西。強烈。うわー、すげー。フックの差し合い。膝を返していきます、ブライアン。ブライアンがパンチを返す。ちょっとブライアン選手ボディも効いちゃってるのかなって思いますね。そうですか、三日月入ってますよね、はい、で、ここも体勢を入れ替えて、効いた効いた効いた。前に出ていくのは小西。もうどっちも効いてるっすね。いや、どっちも効いてますね。残り時間はまだ1分ある。左を打ち込んでいくのは小西。左フック、アッパーから左パンチを打ち込んでいくのはブライアン。いや、すごい試合になってきた。いや、もう俺こういう試合ね、俺したことないからね、これね、ヤーマン選手に聞いた方がいいですよ。ヤーマン選手、こういう殴り合いどうですか。多分、お二人とも多分この後記憶ないと思いますね。記憶ないというのは間違いないかもしれません。いや、ここ奪い出ていく、アッパーを打っていくブライアン。それ自分だけですよ、記憶ないのボディ攻撃はブライアンです。腹切った、前に出ていく、腹切ったね。あー、小西が腹を押さえている。サイドフックガードを捉える。コンビネーションを見せていく、ブライアン前に出ていく。ブライアン来た。膝を折り混ぜていきます。後ろに下がる小西。ブライアン来てですね。残り時間は20秒切りました。前に出ていく。いや、ボディに攻撃を集めるブライアン。ただ倒れません、小西。最後のこれ残り10秒、ダブ見たいですね。残り10秒倒しきるんか。お互いにパンチを振っていく。有利オケの戦い、ここで第3ラウンド終了。拍手すごいっすもんね、会場から。もういや、大盛り上がりということになりました。ブライアン選手マジ強くないですか。すごいですねいや、スピードもそうですけれども、本当にその迫力というのがありました。いや、てかね、ヘビー級のパワーだけじゃなくてね、ええ、うまいっすね、普通に。これは第3ラウンド、小西がダウンを奪ったシーンです。確かに直樹さんの言う通り、小西第3ラウンド一気に出ましたよね。いやー、2ラウンドね、あんだけ我慢して我慢して、体力消耗待って3ラウンドこんだけ出れるのすごいっすよ。はい、27青ブライアン、まずはブライアン、ジャッジアキラ。28-27青ブライアン、ジャッジ豊永。いい試合でしたね。そうですね、青ブライアン。以上、判定の結果は3対0ということで、青ブライアンのブライアンが勝利を抑えました。これライズ初参戦、ただ本当にインパクトを残すような試合になりましたね。なんかね、インパクト大でしたね。もう、すぐにでも俺ブライアン選手の試合見たいっすわ。あ、そうですか。いや、ヤーマ選手本当に迫力ありました。いや、もうこれからライズのヘビー級がどんどん盛り上がっていくのかなって思いましたね。はい、お伝えしました。本日の第4試合、83キロ契約の一戦は小西拓磨対ブライアン。青コーナーのブライアンが判定勝利を収めています。
じゃあ最初は日本語でちょっと挨拶させていただきます。皆さん今大変な中遠くから聞いていただき本当にありがとうございました。いや僕のキックキャリアは全てに本でやってます。日本のファンの皆様は最高だと思います。もうここでずっと日本でキックをやらせていただいて最後まで頑張ります。全力で挑みます。ありがとうございました。I just want to say to everyone, thank you so much for coming out to support me. It's extra special right now because it's really hard when you're putting your health on the line. But it means so much, and I couldn't do this without the support of my team, Phil and Kaicho and Matt and Tanaka, and the doctor and everyone, the dentist and everyone back home, my family, Emmy, my kids came to see me today, so this is the first time they could see it. Thank you so much. I'm going to keep trying hard. I got a little bit left in the tank, so give me some more time. Thank you. ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場。